たまには賭けをしませんか。お、あなたが勝てたら好きなものを与えましょう。私が勝てたら好きなものをいただきましょう。お好きな番を選んでください。ふと悪いことが頭をよぎった。5でよろしいですね。ああ、メイメイ、試合に集中したいから。はい。気づけば手が重なっていた。フォンシェンからは甘い言葉も何もなかった。自分もそんな柄ではなく、ある意味似た者同士の二人だった。子がやりたい。自分とてシャンチーがしたいと思っていた。